本当に君は夢の登場人物ではなかったようだ。そうだろうね。そろそろ起きなければ。やらなくてはいけないことがある。私を起こす解決策としてビンタするつもりなのかい？馬鹿らしいけど面白い発想だ。どこに行こうとしているんだろう。面白い。もしかすると私たちは宝物を見つけられるかもしれない。懐かしい気分だな。もしかしたら道に迷ってしまうかもしれない。私の記憶の中に連れて行くつもりかな。ここは私と兄さんが鍛錬していた場所だ。取っ組み合いの喧嘩をした場所でもある。随分と長い間この頃のことを忘れてしまっていたな。まさか懐かしく思える時が来るとは思わなかった。でもそう思ってる自分がいる。本番を控えた前夜だった。前もってお祝いしようと兄さんが両手いっぱいに酒瓶を持ってきて、私が止めたにもかかわらずずっと飲み続けた。それで頭に来てしまって、そしてその夜ひどいことを、許されることのない最なんでこの蝶はこんなものを見せてくるんだろうね。正直本番前なのに前もってお祝いする酔狂な人がどこにいるんだ。兄さんはもういい。これは兄さんが死やめろ、やめろ。ダメだ、ダメだ、ダメだ。やめてくれ。ここにいたくない。喋ってないで何とかしてくれ。早く私の顔を叩いてくれ。ありがとう。兄さんは本当に言ってしまったんだね。